では、どうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が。己の野望を胸に、とらえと挑む。では、まずご経歴をどうぞ。はい。土方晃平。二十八歳。 え住まいは宮崎県一南市というところです。最終学歴は東京経済大学卒業。現在の職業は農業生産法人の代表をしております。よろしくお願いします。今回の希望金額と出資形態を教えてください。500万円、えー、出資形態は投資2でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は農業生産の土現場で夢が見れる産業にしたい。 令和の虎その思いを金に変えろではオールアナ戦新しい未来をつかみ取れキャッツアマンドでは簡単な経歴をお願いしますはい大学卒業まではバドミントンに明け暮れていた人生で、えー、と大学卒業と同時にあの学籍、えー、会社を作りましたで、えー、とそれと同時に創業10年ぐらいの会社さんの執行役員を も勤めさせていただくことになりまして、まあ、その会社さんに3年ぐらい、えー、勤めました執行役員と共同代表を含めて3年ですねでその後あの退任させていただいて2010あ2020年の9月に今の株式会社ひじかたという会社を作って2020年の11月に、えー、今の宮崎県日南市というところに移住をしたという経緯になります今回のビジネスプランまず簡単にお話しください、えー、弊社農業生産法人でズッキーニの主品主 主力として作っております。で今回は現在宮崎県日南市拠点なんですけども長野にもあの拠点を作りたいというふうに考えています。そのための資金調達になります。なんでズッキーニなんですかね。ズッキーニはえっ、ー、と四つぐらい理由があって、えっ、ー、とまず1つは産地だったっていうことですね。宮崎県日南市がえっ、ー、と宮崎と長野で日本の8割ぐらい作っていて産地っていう属性があること。あともう1つはあの農家も食べたことない人はほとんどなんですね。 その競合が少なかったっていうところと3つ目は3ヶ月でワンサイクルするのであの、まあ、野菜ってどうしても8ヶ月とか10ヶ月で PDC a のサイクルが長くてですね農業の経験がな、ね、い僕らでも割と早く経験積むことができるんじゃないかあと年間7%ぐらいこう成長してるマーケットだったのであのこれからどんどん需要が伸びるんじゃないかと思って選びました。<music>